さん、こんにちは。連続テレビ小説まあ姉ちゃんで主役デビューを果たし、様々な映画ドラマに出演を果たした女優といえば熊谷真実さんですよね。2023年7月3日は自身の SNS を更新し、衣装姿の最新ショットを公開。金髪ヘアにダメージデニムのショートパンツを履いた若々しいスタイルを披露するなど、現在も元気な姿を見ることができます。しかしそんな熊谷真実さんに病気で激痩せといった噂が現在ネット上ではびこっているのをご存知でしょうか。また熊谷真実さんは現在2度の離婚の末独身生活を送っていますが、再婚間近といった噂も出回っています。今回はこの件に関して深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは歴代の旦那について紹介します。いつも明るく元気な女優熊谷真実さん。そんな熊谷真実さんは2012年に2度目の結婚をしています。お相手は書道家の中澤貴水さん。女優と書道家という一見接点のないように思えますが、熊谷真実さんと中澤貴水さんの結婚についてもう少し詳しく見ていきましょう。熊谷真実さんと中澤貴水さんの結婚で一番話題になったのはお二人の年齢差ではないでしょうか。2023年現在63歳の熊谷真実さんに対し、中澤貴水さんは現在45歳。お二人の年の差は18歳です。結婚当初は熊谷真実さんが52歳、中澤貴水さんが34歳の時でした。お二人の年の差結婚は世の女性に勇気と希望を与えました。熊谷真実さんの旦那となった中澤貴水さんは有名な書道家です。もともと中澤貴水さんのご両親が書道家で、中澤さんも小さい頃から書道をしていたそうです。中澤さんが書道家になることを決めたのは大学受験がきっかけでした。中澤貴水さんはご両親が卒業した大東文大学を自身も大東文化大学へ進学。そこで書道部に入部し、師匠である鳴瀬衣山、中澤光陽さんに弟子入りしました。中国に留学もして書道家への道筋はできていたのですが、大学卒業後は書道家としては活動しませんでした。その間3年後、中澤貴水さんはやはり自分には書道しかないと強く思い、書道家として活動することを決意しました。その後順調に書道家として活動していくのですが、一方でビリヤードの腕前もプロ級で、ビリヤード界からも注目されていたのです。大学を卒業してからの3年間、書道家になることを決意できなかった。その3年間にビリヤードにはまったそうです。ビリヤードに夢中になり、プロ試験も合格間違いなしと言われるほどの腕前になっていたのです。それでも書道家の道を進んだということは、書道の道を捨てきれない書道への熱い思いがあったのでしょう。女優の熊谷真実さんと書道家の中澤貴水さんはどのようにして出会ったのでしょうか。お二人の出会いは中澤貴水さんが勤めていた書道教室でした。生徒と教師の間柄だったわけです。もともと熊谷真実さんは書道に興味があり、普通にある習い事コーナーのような場所で書道教室に通う申し込みをしました。そこの書道教室の先生が中澤貴水さんでした。熊谷真実さんは書道教室に通っていく中でどんどん中澤さんを好きになっていきます。ただ当時中澤さんには彼女がいて、熊谷真実さんは諦めていたのだそう。しかし中澤貴水さんの書道教室に通って4年、中澤さんが彼女と別れたことを熊谷真実さんは知ります。そこで熊谷真実さんは一大決心をして、ストレートに中澤貴水さんに好きですと気持ちを伝えました。それに対して中澤さんは1ヶ月考えさせてくださいと答えました。そして1ヶ月後、中澤さんの方から結婚を前提に付き合ってくださいと逆告白を受けました。熊谷真実さんにとっては遅い春が訪れたのです。熊谷真実さんと中澤貴水さんご夫妻にも離婚危機がありました。それは2017年のこと、結婚してから5年目のことでした。中澤貴水さんはとても几帳面で家の掃除をしてくれたり、家事一般にとても協力的でした。熊谷真実さんは旦那さんが家事をすることは当たり前、
だと思ってしまっていたのです。何の感謝もなく当然のように思われていた中澤貴水さんは、これなら結婚している意味がない、一人暮らしの方が楽なんじゃないと思い始めたのです。そして熊谷真実さんに離婚したいと衝撃の一言を伝えました。熊谷真実さんにとっては晴天の霹靂。熊谷真実さんはそこでようやく気づきました。中澤さんが家事をやってくれることは当たり前じゃない、感謝すべきこと。また結婚後、熊谷真実さんは女優業を優先し、1年のうち半分は家を空けていたので、中澤さんが結婚の意味がないと不満を持つことも理解できました。熊谷真実さんは中澤さんからの離婚発言を重く受け止め、少しずつ修復していく努力をしました。その結果、現在は思いやりを持って常に感謝の気持ちを忘れずに円満に夫婦生活を送っていました。ただお二人にはあるルールが決められました。それは1年ごとに結婚の契約を更新していくというもの。結婚記念日に来年も夫婦でいるのかということを話し合い、同意できたら結婚契約を1年更新するというルールです。それが熊谷真実さんと中澤貴水さんの夫婦円満の秘訣になると思われました。しかし残念ながら2人は将来の方向性の違いから離婚してしまいました。離婚理由については、要は価値観の違いということなのでしょうけれども、性格的に中澤さんは潔癖症で、熊谷さんは一番苦手な家事が片付けというくらい大雑把な性格なので、その辺から夫婦関係に亀裂が生じて修復不可能になったのかなと推測します。熊谷さんは9年間の結婚生活は楽しい思い出しかないと円満離婚だったとコメントしています。その証拠に熊谷真実さんは中澤さんと結婚した後の2020年に夫の故郷である静岡県浜松市に移住していますが、離婚後も現在も浜松に住んでいます。将来のビジョンにより離婚したものの、やはり愛情がなくなったわけではなさそうですね。今後も浜松で2人は交流を続ける予定なのでしょう。熊谷真実さんは中澤貴水さんとは再婚であることは触れてきました。熊谷真実さんの1度目の結婚相手は有名演出家の塚恋平さんです。熊谷真実さんと塚恋平さんは1978年に出会い、1980年に結婚しました。今度はこちらの結婚についてお話ししていきましょう。熊谷真実さんと塚恋平さんの出会いは1978年のこと。塚恋平さんが演出構成を手掛けたロックオペラサロメンのオーディションに熊谷真実さんが受けに来ていたことがお二人の出会いです。このオーディションで熊谷真実さんは見事合格。芸能界でのデビューを塚恋平さんが与えてくれたのです。熊谷真実さんはこのオーディションで塚恋平さんに一目惚れしてしまいました。当時熊谷真実さんは若干18歳、恋愛経験もないに等しかったですし、今のように携帯電話などない時代でも、熊谷真実さんは好きになると一直線で、舞台が千秋楽を迎えたタイミングで自分から塚恋平さんの自宅の電話番号をゲットしました。そして電話で、マミとデートしてくださいと告白しました。熊谷真実さんの一途な思いに塚恋平さんも打たれて、お二人は周りにバレないように水面下で愛を育んでいきました。そんなある日、塚恋平さんのお父さんが意識を失い病院に運ばれました。熊谷真実さんもすぐに駆けつけ、そこで塚恋平さんは意識のないお父さんに熊谷真実さんを俺の嫁になる人と紹介したのです。これが事実上のプロポーズでした。駆け出しの女優と有名演出家の結婚は世間から注目を浴びましたが、お二人の結婚生活は長くは続きませんでした。熊谷真実さんが22歳と若かったこともあったのかもしれません。結婚から1年後には熊谷真実さんが家を出て、夫婦仲に亀裂が入りました。それを修復することができず、1982年1月に離婚。結婚してたったの2年後のことでした。離婚に際して塚恋平さんは、夫婦喧嘩が多かった、すれ違いの生活が多かった、価値観の違いと離婚理由を話しています。
この3つって離婚の定番理由の気がします。一方の熊谷真美さんは塚康平さんとはもう二度と会いたくないと発言していますので、よっぽど嫌なことがあったのでしょう。年の差や立場の差があり、今でいうパワハラやモラハラがあったのかもしれません。さて、そんな熊谷真美さんですが、現在結婚を考えている男性がいるようです。2023年6月16日放送のテレビ朝日徹子の部屋にゲスト出演した際に、再婚に対する思いを明かしていました。司会の黒柳徹子さんが、再婚なんかもできたらしてもいいと思ってると話を振ると、熊谷真美さんは、全然モテキ来ました、モテキ第三次モテキとぶっちゃけ、やっぱり離婚する女ってなんか綺麗になるのかしらね、なのでちょっと全然それ再婚を視野に入れての人生これからよろしくお願いしますと力を込めていました。黒柳徹子さんが、離婚した方がモテるのと尋ねると、熊谷真美さんは、まだお友達の範囲で止めてますけど、これから一歩進めようかどうしようかっていう、そういうお友達が何人もいらして、来るなら来いよみたいな状態ですねと打ち明けていました。ここまで熊谷真美さんの結婚相手に関して見てきました。これまで2人の夫と生活してきた熊谷真美さんですが、子供はいるのでしょうか。2人とも仕事で忙しく、ほとんど一緒に生活していなかったため、すれ違いを繰り返していたようです。そのため初婚時、彼女は子供を作りませんでした。2012年、52歳の時に18歳年下の中澤さんと再婚。年齢的に出産はできなかったため、熊谷さんに子供はいません。再婚時、中澤さんに対して、子供がいなくてもいいの?と確認したそうです。彼はそれぞれの作品が子供と言って、子供がいなくても問題ないと伝えました。彼の温かい愛情が伝わってくるエピソードですね。さて、熊谷真美さんについて、病気という噂もありましたが、本当なのでしょうか。 SNS 上では彼女が痩せたという声もいくつか見られました。病気で痩せてしまったのか調べましたが、特に大きな病気にかかったことはないようです。ただ2020年に出演した医療番組、主治医が見つかる診療所で、熊谷真美さんは生活習慣病の危険性が高いと診断されています。医師によれば、悪玉コレステロールや中性脂肪に問題があったようです。浜松での彼女の生活習慣をチェックしたところ、食事の中で糖質を摂りすぎだったとのこと。血糖値の上昇による血管障害の危険性を伝えられた熊谷さん、今は健康でも糖質の多い食生活を続けていると、いずれ大きな病気につながりかねません。最近は野菜やタンパク質を中心にした糖質の少ない食事を心がけているようです。いかがでしたでしょうか。今回は熊谷真美さんにまつわる様々な噂に関して見てきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。